ケモンソルジャーの切ないです。 A0 です。ポケモンが技を覚える方法って、まあ、実はいくつかあって、まあ、一番メジャーなのはレベルアップだけど、まあ、他には技マシンとか教え技とか卵技とか、うんうんうん、まあ、特に教え技とか技マシンがないと、まあ、ろくな技覚えなくて対戦環境で全然生きていけないポケモンもいるんだよね。例えばガブリアスはメインウェポンの激凛と地震はレベル技で覚えなくて教え技だったり技マシンだったり、科学の力使わないと対戦環境じゃ生きていけないと。科学の力ってすげーっていうことね。対人戦で戦わせることもあるけど、やっぱ野生で戦うこともあるんで、教え技とか技マシンみたいなテクノロジーに頼りっきりのポケモンって果たして本当に強いポケモンと言えるのか。確かに自然界で生きていけるのかっていう話だね。自然界だとレベル技が強い方が強いもん当たり前だけど。というわけで今回はそのポケモン本来の強さで戦わせようということで、レベルアップで自力で習得できる技だけでポケモン対戦やっていきたいと思います。はい、まあ、ルール説明は今回使うソフトは最新作のブリリアントダイヤモンドシャイニングパール、まあ、ランクマと同じ6匹見せ合って3匹選出するルール、まあ、冒頭で言った通りレベルアップで覚える以外の技は使用禁止。さっきも言った通りガブの激励は使えないと、自信も使えないと、まあ、いつも通り最初に2人のパーティーの事前解説をしていって、その後対戦やっていきたいと思います。はい、今回のルール考察なんですけど、身代わり挑発などの強い補助技がほぼ技マシン限定で使えないので、受けたりはめたりするというよりはどちらかというと相手より先に攻め切れるかのルールになるんじゃないかなと思ってて、まあ、だから相手が補助技使わない殴るだけのポケモンだった時に、まあ、カウンターとかミラーコードとか道連れで一方的にはめ倒せるソーナンスをまず目つけて採用して、まあ、あとは普通にレベル技だけで構成して強そうなカイリュー、ヒードラン、パルシェン、まあ、雑に採用して、あと身代わりとかがほぼ使えないルールだから、まあ、キノコの方針無効化する手段がかなり限られてくるんじゃないかなと思ったので、まあ、助け機能厚さも、まあ、強そうだから採用。で最後に、まあ、相手のパロシンに強くて、まあ、これも技構成強そうにできるヤドランで6体完成して、まあ、技だけ見たら強そうだから、まあ、5分ぐらいで戦えるとは思うと信じたい。今回の自分のパーティーはこんな感じなんですけど、まあ、とにかく強い技を覚えるポケモンを探した結果、まあ、ソーナンスが使う技がレベル技だけで完結してて、まあ、BDSP 環境だとかなり強いポケモンなので、まあ、ソーナンスを軸に組みました。で次にパルシェン、これはまあソーナンスのアンコールから起点を作って、まあ、積み展開っていうのを持っていけるポケモンの中で、まあ、一番わかりやすく強いっていうところで、で次にカイリュウは、まあ、これもまたソーナンスのアンコールから積み展開っていうところで、次にヤドランはまあ、パルシェンが、まあ、切ないさんも絶対採用するかなと思ったんで、まあ、パルシェン受け。次に、雪のなんですけど、これは、今んとこ紹介した4体だと、スイ君があまりにも重いので採用しました。まあ、スイ君いなかったら多分出さないですね、雪のは。で、最後に、ドサイドン。まあ、これは、バンギラスが結構、現状5体だときついので、対バンギラス兼ねつつ、まあ、そもそも技がめちゃくちゃ強いっていうところで採用しました。まあ、全体で見て、まあ、割とバランスいいパーティーにはなったのかなと思うんですけど、まあ、タイプ被りがちょこちょこあるのはまあ気にならないこともないですね。まあ、年始にやった五七五もそうだけど、うん、まあ、技絞りやすいからね、まあ、普段の対戦よりは相手の行動を読みやすいんじゃないかな。そうだね、だいたい範囲が狭いから有利なポケモン有利って感じな気がするけど、うん、なるほどなるほど、四体かぶりか。なるほどね。ドサイドンはね使おっかなって思ったりしたんだよ。ドサイドン雰囲気良さそうな感じ出てる雰囲気は、うん、雰囲気ね、こんなんでいいんじゃね。いやちょこれでいいのか分かんないんだけど、これでいいかな、こんな感じでいいかな。あ、ちょ待って、これだとやばいわ、あいつやばいわ。あと10秒あと10秒時間ない、やばい時間あーじゃあもうこれしかないか。え、待って、これだとあれ大丈夫か。まあもういいや、はいよろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いします。五七五の対戦にはならないだろう、多分だけどそういうゲームではない、絶対。いやー、そいつ初手に来られんのめちゃめちゃ困るな。何すんの。アイドロポンプ、アイドロポンプいや別に文字数関係ないけど、ヤドランって何を覚えるんだっけ。なんか自分で使ってるから調べたんだけどもう覚えてねえやそうだよね、あー弾なのか。なるほど、ね、強いっしょ、パワーはある。いやーっとこのパルシェンをヤドランで受けるっていうねいや一番普通のことしてる。ダイパでちゃんとガチ対戦したことないからね、新鮮だわ。結構ガチガチの、はい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 、そうだよね。
それがどうなるかなんだよな、結局。これは、スネさんも覚えてるんじゃないですか。多分覚えてる。技本当にないからね。なんか最初の方覚える技って水鉄砲とか殻にこもるとかしかないから。うんうん。もう使える技5つか、それぐらいに限定されちゃうから。あ、首、なるほどね。これもあるんじゃないですか、知らないけど。ありそう。スネさんもやだろ、もうあるんじゃない、アンコール。皆さんご存知の通り、ダイパの育成環境って過酷だからさ、これあくびの PP 増やしてないんじゃない、うん、いや、ちゃいます。いや、それめちゃめちゃさ、いや、そうなんだよね。それめちゃめちゃ問題なんだけどね。これやばいんだけど、PP 増えてないせいでこれ負けあるんだけど。PP の計算が難しいな。これアンコールってさ、アンコール中に PP 切れたら解除されるよね。そうだね。これどうしようってなって困ったんだけど。これ PP が少ないせいで、すごい困ってるな、これ。あくびの PP 数えよう。あくび1。ちょっと待って、PP 枯れないようにするためにはどうすればいい？毎ターン1分使うしかないのか。TOD 仕掛ける？もしかして。ちょっと待って。どうすればいいんだ。でも結局寝るからそうなんす。あー、引くのね。あ、引くなら忘れて。これ意外とさ、あくび対策の技って寝言とか身代わりとか挑発だからさ、自力で覚えるけどマジでいない。全然覚えないから。眠り技は強い。てか、まあ、気のガスさもフナイさんのこっち入ってた、待って、これあ、これ何のこと。これ1分待っていいですか、これ。どうするこれ、PP 増えてないせいで絶対これ大変なことになる。民主はギロチン。その次は TOD かよ。だってこれ PP、 いや増やしてないのか悪いんだけど、でもこれ、いや、でも正直、そう、大層なそのこれしか考えてなかったから。しかもその挑発とか身代わりとか積み技って、また技マシンにいっぱいあって、そうなん、その対抗策になり得るんだけど、それもないからね、あんまり。こんな動画でいいのか、これ。結局でもこれ TO でできるのかも怪しいんだけど、正直。バルシン引き込めて、またそうなんす帰ってきて、あくびして、1、2、ん、これであくび3回目。ここで切内さんがどういう動きをするのかが大事なんじゃないのか、これ。いや、結構いけるのでは、毎ターン TOD すれば。不足すぎないか。タイパでポイントアップ、ポイントマックスするのが難しいのが悪くない、今この TOD は。それはそうかも。うん。でここで切内さんがパルのか引くのか、引くとして、まあ、パルシンじゃない方を引くのかっていうのもだいぶ難しい。まだ見せないですよ。ああ。まだね、まだそうやすやすと見せないです。これで、4回か、アンコール解けて、これで一応技は打てるようになったら、これ俺たち悪くないよね、これ。ダイパの環境が悪い。いや悪いことはしてないんだ、全然。そう、普通に対戦してたらこうなるよな。ちゃう？これで多分10回目だから PP 切れてるよね。なんか PP 切れたみたいなの出たけど、これ出たっけ、今まで。出てたような記憶があったりなかったりするの。俺はないけど、その状況になったことがないのかもしれない。もしかしたら初めてかも。いや今まであったような気もするんだけど、その時に切れたって出たかがちょっとわからん。どうだった？まあそうなんす、戻して、で、これまあとりあえず合わせられたのは良かったんだけど、まあこれでどうなるか。これメガホンとか持ってたらぶっ倒されるんだけど。持ってる？持ってるよ。ほんと？持ってるよ。いや、やっぱドサイドのレベル技といったらメガホンじゃない？そうか。違う。いや、地震ストーンエッジちゃんと覚えるのは知ってんだよ。ああ、はいはいはい。いや、もうドサイドンといったらメガホンでしょ。いやー、ここさ、ここさ、キノガッサー出されてんのかな。なんかキノガッサーが打たなく、絶対ストーンエッジ打たないでしょ、こんなところ。あー、命中率ご存知でない？あー、メガ、はい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 。危な、これハチマキかな。強いよな、これ。あー、計算しようかな。うわー、怪獣、ここ怪獣出してくんのか。いやー、どむずっ。いや、違うな、ハチマキではないな、これ。ダメージ計算の結果違うということで分かった。じゃあどうしよう。じゃあ別に引かなくてよかったんだけど。まあまあこれかな。じゃあ違う、あと3分だ。あー、3分出た。聞いてるな、 TODTOD 聞いてる。これ移動だ。激励、激励は余裕でしょ。あー、ハチマキかな。お願いお願いお願い、フグラスト、お願い。2回、はい。あ、止まった。マジか。ちょっと待って、これ待って、これは早く選択しよう。早く選択しよう、これは。倒して、これで止まったら止まるかな。早く選択しよう。これでどうする？ギリに止まらない。だから誰だ？で、待てよ、これで倒し、いきに動いてるもんね、まだ。まだ動いてる。だからこれで倒せば TOD 勝ちでは。めっちゃ倒せる前提だけど。そんなに素早さに自信あるのかこれ。ちょ待って、わかんない。ちょ分かんない、時間ないかもしれないな、これ。え、時間があるかもしれないのか、これ。迅速、なるほど。
オッケー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 、これ倒して、ちょっと待って、残りなんか1分とか2分とか出ないの？出ないんだけど。あれ、どうすればいいんだこれ、困った。え、これさ、ダイパの TOD ルールめちゃくちゃすぎて試合が普通じゃないんだけど。年始はゲロチンで次は TOD って、剣立てじゃまず起きないようなことが起きてる。うん、そうそう、負けた、はい、勝ち。これレベル技とか関係あります？これもしかしてレベルとかじゃなくて TOD の勝負、これこれダイパのルールがダメなのでは。最初にこのダイパの TOD のおかげで勝ったのは生放送の切ないさんだから。まあ確かに。というわけで自力習得技だけ対戦やっていったんですけど、まあ、おそらく野生のポケモンたちはこんな TOD なんてやってないからな。野生感のない試合になってるけど、あと途中でさ PP 増やす増やさないみたいな話したけど、野生のポケモン PP 増えてないからさ、言われてみりゃそうだ。努力値も振ってないんだけど、それで言うと、まあでも努力値はその野生同士の殴り合いで効率よくね。正直さ、ソーナンスとさファルシェンとかカイリュウの3体ぐらいは被るなって思ったよね。いや、なんかとりあえずソーナンスはさそう普通にダイパで環境で強そうだし、技全部もレベルだし、ゲームバランスとしては結構ちょうどいいルールだったんじゃないかな、この自力技対策。まあ、守るとか身代わりとか嫌いな人は楽しめるルールなんじゃないでしょうか。レベルで身代わりを覚えるのって誰？カクレオンとかとか、ロトムとか。ああ、はい、あとロトムもフォルムチェンジしていいのか問題もあったよね。そう、フォルムチェンジの時に覚える技って一見レベル技に見えてハートの鱗で思い出せないから今回なしなんだよ。ありだったらロトムも環境入りしてただろうけど、まあ、なかなか友達がいないとこういう対戦できないだろうけど、まあ、ぜひポケモン図鑑とにらめっこして、俺が考える最強のレベル技だけポケモンの方コメントで教えてください。お願いします。これからもためになる対戦動画解説動画アップしていくので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。